こんにちは。課題報告の方お疲れ様でございます。まあ、予定していたペース以上にできているそうなんで、私もね非常に、安心しております。目標設定っていうのは低すぎても失敗だし、高すぎても失敗するんですよね。まあ、ですんで自分の力量を見定めて2割ぐらいの努力でいくようなね、ちょっとの努力で到達するような手の届くような目標を立てていくとよろしいかと思います。まあ、今6本以上やってですね、目標数値以上やって、まだちょっと余力があるかなっていうようでしたら、別に遠慮なくね、情報修正して、じゃあ10にしようかなっていう形だったりとか、まあ 6×4、 4週間で、6×24 ですけども、6本以上を日々のノルマとして4週間トータルでは30本突破するみたいな感じにしてみるとかね、それから本数は増やさないんだけども、サムネイルは作ってみるとかね、それから1本あたりの動画の時間をもうちょっと伸ばしてみるとか、まあ、長ければいいってもんではないんですけども、今のトレンドの動画に合わせてみるとか、ノルマをこなしながらも今度はね、再生数にもちょっと自分のノルマ目標を課してみるみたいな形で取り組んでみるといいんじゃないかなと思います。つまり、この数だったらいけるなと思ったら、あえてねプラスアルファの稼いをですね、ハードルを自分で途中で設けていくことによって、まあ、さらなるトレーニングの機会にするってことですよね。まあ、今やってるのはスポーツで言えば準備運動してるようなもんですね。ジョギングをしたりとか、ダッシュをしたりとか、場合によってはこう素振りをしたり、キャッチボールをしたり、まあ、ですので、今やってることが例えば1年後、3年後、5年後、10年後も同じようにできてるように、もっと言ったらもっともっとたくさんできるようになることをイメージしながらやるとよろしいかと思います。進捗の報告は以上でございますね。お疲れ様でございました。引き続き頑張ってください。